モンスターシティの皆さん、時刻は午前6時を5分ほど回ったところ。気温は18度と爽やかで、爬虫類には嬉しいね。今日は何をするにもパーフェクト。ベッドでのんびりするもよし。じゃなきゃベッドからデローンとはみ出たゼリクを落とせ。起きろサーリー。モーニングコールなんか頼んだ覚えないぞ。口より体を動かせ。体を脂肪燃やせ。それでもモンスターか。恐怖の足音、恐怖の、あ、子供が起きた。よし、恐怖の足音、恐怖の足音、眠ってる。うわ、二段ベッドの双子。怖え。よし、行くぞサリー。いいか、それ、こっちだよ。こっちこっち。触るな、絶対触るな。何より最高、子供の悲鳴。しっかり磨け、まだまだ虫歯に負けるな。よし、118、119、もう一回、120。嘘、信じられない。これぐらい軽いよ。違うよ、新しいコマーシャル。モンスターズインクには輝く未来があります。俺が出る、我が社にお任せください。車の燃料もご家庭の暖房も街の照明も。私はモンスターズインク。おい、ベティだ。子供にぴったりなモンスターを選び、ハイグレードな悲鳴を原料にクリーンでパワフルなエネルギーを作ります。スイッチをひねればすぐそこに。それがモンスターズインクです。私はモンスターズインク。最近の子供は映画やゲームなどの影響で脅かすのが難しくなっています。もちろん我が社では対策として実力者を揃え、改善を重ね新技術を研究しています。よし、出るぞ。明るい未来は私たちが作ります。私たちはモンスターズインク。 MI モンスターズインク、真心込めて脅かします。信じらんねえ。マイク、俺が出たんだテレビに。何見た俺、かっこよかったろ。もしもし、でしょ、俺見てくれた家族みんなで、ね、お前のママ、ごめんね、テレビ映りよくて。